こんにちは、スタリソン大山俊です。今回は特別版として動画をお届けしたいなと思っています。皆さんもご存知の通り、今年の1月1日、能登半島で大きな地震が起こりました。被災された方には心からお見舞い申し上げたいなと思っています。僕自身何かできることがないかなといろいろと考えてみたんですが、 日々ですね僕は YouTube を通して皆さんにファッションの楽しさをお伝えしているわけなので何かこの YouTube を使って被災地の方々に支援ができないかなと思いまして今回は僕のブランド s o u からですねチャリティー T シャツを発売することにしました僕自身も今着ているのがまさにこちらの T シャツになるんですがちょっと見づらいかなと思うのでこちらに写真も出したいなと思っています今回ですねチャリティ T シャツということでどんなデザインがいいかなといろいろと考えてみたんですが あえて、チャリティの意味は込めずにですね、今僕自身が着たいと思えるようなベストな T シャツを作ろうということで、こちらを制作させていただきました。見ていただくとわかる通り、白ベースのシンプルな T シャツになってるんですが、そこに対してモノトーンのですね、横長の写真を採用しています。写真のモチーフは近代建築になっていまして、少しですね、画素を荒めにしていて、ヴィンテージ感をちょっと表現するような形でプリントを作ってみました。まあ、できればですね、こちらのチャリティ T シャツ、多くの の方に日頃からガンガンン活用していいたただきたいなと思っているのでデザイン的に取りれやすいものを意識して作ったんですねプリントの範囲も横長でそこまで大きくしてないのでカジュアルに見えすぎないですし色数もなるべく最小限にモノトーンで作ってあるので 今僕が着てるようなジャケットだとか、セットアップの内側に使うこともできますし、あとはシャツアウターですとか、デニムジャケットですとか、あとは上にシャツをさらりと羽織るだけでも着こなしが完成するような、そういった T シャツに今回はあえて仕上げています。まあ、僕自身も色々とこれまでプリント T シャツを作ってきましたが、これが最も使いやすいですし、かなり気に入ってるんですね。ですのでぜひ皆さんにもこちらの T シャツご活用いただければなと思っています。まあ、今回こちらの T シャツの売り上げのうち、利益分を に当ててたいいなと思っていますで、こちらの T シャツなんですが、いつも通り受注生産で皆さんにお届けしたいなと思っていまして、受注期間は今日2月の8日木曜日から来週の2月の15日木曜日までとさせていただきたいなと思います。ご購入された方には、大体ですね、2週間前後でお手元に届くような形で発送できればなと思っていますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思っています。まあ、僕自身ですね、このようなチャリティ T シャツを作るのも初めてですし、YouTube を通してこのようなお話をするのも も、初めての経験なんですが、まあ、せっかくですね、このように多くの方にメッセージをお届けできるような立ち位置でもあるので、今回のこちらのチャイティー T シャツの意図に賛同していただける方は、よかったらですね、T シャツの方も検討していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく、全力で解説をしていきたいなと思っていますので、これからの動画も、ぜひ楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。